のね、4月ぐらいからテキライブやり始めて、あのワンマン、去年のワンマンに向けてテキライブ重ねて、ちょっとお休みがあってまた復活して、でこんなにたくさんの人に見に来てもらえるようになってすごく嬉しいです。ワンマンはもっともっと多くの人とちょっと大きな会場で皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。ここにある絵ですけれども、はい、このまましまうのはもったいないということで、皆さんにあのちょっとプレゼントしようかなと思います。これなるみさんのですね、はい、チケットの発券皆さんまだお持ちですか？ちょっとあれ、言って、あの番号の方にプレゼントしたいと思います。みんな何番？お？でも、あ、言わない。みんな持ってる？大丈夫？大丈夫です。持ってるね。分かる？やって。じゃ誰から発表する？もう赤色から行く。あ、行く？お、誰からだっけ？じゃあ、私かな？やっていいですか？もう決めてきたんですよ。決めてきたんですよ。そう、じゃあ、片瀬なるみのラッキーナンバー2番の人。うわ、いる？あ、え？おー、おー、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、続いて、さあ、続いて、はい、続いてチコです。はい、チコちゃん、私10月4日生まれなので14番。14、いますか？62番いない？いない、いない。61。おお、60。おお、いた。今日の最後に入ってきた人かな。そうだね。ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、というわけでのザルテキライブ終わりました。7月はもライブあったりとか、月末までちょっとイベントはあります。で、7月2日が名古屋、7月9日台湾、そして7月30日が東京原宿クエストホールでのツアーワンマンラストとなっています。もう絶対楽しくするよね。絶対楽しくするね、なので、成功祈願もしましたし、皆さん来てくれると嬉しいなと思います。そして8、あれなんですよね、東京も名古屋も台湾も全然違うことやるんですよね。そう、そう、ツアーね、ツアー、そう、絶対楽しい。どこ来ても楽しいです。全部来ても楽しいし、声だけでも本当に満足できる内容にするために、頑張っていきたいと思います。そして8月も駆け抜けていくために、またら走り続けていきますので、皆さんついてきてください。よろしくお願いします。いいですね。お、じゃあ皆さん立ってください。スタンド立って立って立って、ちょっと地声でやろうかな。出た。それでは皆さん、お手を拝借。ワンマンの成功と皆さんの健康を願って。Thank you.
俺たちに付けよ。